はい、どうも皆さうです。ピチピチーということで、今回もアストロニアやっていきましょう。ということでね、えー、前回ね、あのなんか作業系やっていきましょうとか言ったけど、僕はあの動画撮ってない間にね、ちょっと待ってね、ちょっと、なんかやばいことになってるね。<laughs> やばいことになってるね、まあまあまあ、まあ、いいや。こんな感じでね、わかりますこれ。整地してきました。はい、で、まあ、特にね、せまあまあ、短い距,距離なんだけど、あここここをね、頑張って設置しました。あの 1>, 1時間くらいかけて整地しました。もう、頑張っ,、うん、頑張った <laughs>、うんあの。道にねあの、転がってる岩をね、あの踏んじゃうというか踏んじゃう、まあ、踏んじゃうと、本当にもうガタガタって感じになっちゃって、めんどくさかったんですよ。まあ、とりあえず、ここにね、あの混合物の,あの,何あの湧き出るやつがいあ,あるんで、まあ、そこにね、まあ、即座にね、あのなんつの,この、行けるようにしときました。で、あと、ちょっとね、あの、<laughs> あのちょっと、うん、プレイしたくてちょっとねあのここに結構テザーとか置いちゃったんですけどまあそこまで先には進んでないんで、はい、気にしないでくださいいや結構進んだかもしれないなで本当にねあのまあ期間ね撮影する期間あの前回撮ったのが多分1週間前なんですよでその今日撮ったあの動画、まあ、今日動画撮るまでに結構ねいろいろやってきましたまずはここだねあの前にねちょっとミ,ミスってさほら、まあ、12345 まあ5つね、もうすぐ作っちゃったんです。ここをね、まあ、6個目のところをめっちゃ伸ばしまくって、まあ、こんな感じでね、やってやりました。まあ、まずはここだね、まず。えー、ここにね、まあ、いっぱい置いてあるんですけど、まあ、ここには、えー、燃料凝縮装置ってやつがありますよね。で、ここに、えー、っとね、あなんてうのこのプラットフォームを変換するっていうやつがあるじゃないですか。でこれはね、あのここにある、まあ、置いて、まあ、ヒドラジン、そう倉庫ちょっと、ヒドラジンがあるじゃないですか。 こうひどいやつに置くとするじゃないですか。そしたら、まあのね、収益1、混合物とか出るじゃないですかね。そう。それで、まあ、いろいろね、この、まあ、ここに置いたものもの,の、まあ、数によって、あの、まあ、な,なんていうのかな。<laughs> まあ、いろいろ、いろんな素材にね、まあ、交換できるっていう、まあ、そういうね、とっても便利なアイテムなんですよ。それを使ってね、ちょっと僕、今、あの、チタンをね、あの取りたくてあの、チタンね、あの、 チタンはね、あれなんですよ。これ、チタンでタンクが作れるんですよ、炭素タンク。なのでちょ、チタンをね、1個、えー、まあ、拝借というか、交換してもらいましょう。多分ヒヘドラジン4個くらいでチタ,ちチタンが作れると思うんで、あれあ、作れないですね。までもあと、もう1個かなもう1個必要。ここ 作れないみたい。あのね、これね、あの、んだっ,っけ、まあ、前回言った、あの、んだっ,っけ、この、ヒドラジン超合金だっけあ,あれか、うん。<laughs> まあ、そんな感じでね、あの、ヒドラジンをね、まあ、この燃料凝縮装置で、あの無限にね、生み出すことができるんですけど、まあ、それを使って、ここで作ったヒドラジンをここに置いて、まあ、無限にね、このチタンとかと交換して、まあ、ハッピーみたいな、世の中ハッピーみたいな、そういう、 技があるらしいんですけど、まあ、僕はあんまりね、そういうのせずにね今、今やっちゃってるんですけど、とりあえずあの、いろんなところに行かないといけない、まあ結構長旅になりそうだなっての時には、まあ近況の時とかにはね、まあこういう、まあ、ヒドラジン、何、あの、やつを使います。<laughs> ヒドラジンやつを使いたいと思います。まだ取れないか。よじゃあ、これ多分できたよね。OK できたヒ。チタンが欲しいね。OK ーー、これを持ってくんですよ、ほら。 いってらっしゃいみたいな、これ、飛んでって、まあ、別のね、あの惑星に飛ばして、まあ交換しようみたいなことをやるのかな、きっとわかんないけど、まあ、とりあえず、えー、こんな感じでね、まあ、ロードしまた帰ってくる間にちょっと他に説明を入れておきましょう。でまず、ここにね、まあ,あの洞窟ホテルの前に、前回というか、まあそれくらいね、それで見てください、これ。僕、ここまでね、掘ったんですよ、こんな感じでね、もう本当に鎌倉時代みたいな。それで、あの僕、ここを下をね、下にどんどん樹脂を、 もやっていこうと思ったんだけど、見てこれよくは意味わかんないのこれ。こうやってさ、一瞬ちょっと下に行ったかなと思った上に行くっていうね。想像をね、はるかにこ超えていくこのゲーム。最高だね。うん。OK! <laughs> 戻ってきた。よっしゃーチタン !OK! チタンゲットできたあれあ、あったあった !OK! で、これでタンクを作りましょう。OK! 初チタン初タンクだね。<laughs> うん。というわけで、ほら、これでね、酸素が取れて、 待てよ,おいしょよしというわけで、えーまあ、これで説明し、OK かな。あ,そうあそう、まだまだあったよ。あの僕あ、新しい乗り物作ったんですよ、これ。名前忘れちゃったけど、なんだっけ。えっ、ー、と、シャトルだね。シャトルをねあの、まあこの、ヒドラジンを燃料として動くんだけど、これね、あのほら、これねあの、他の星に行けるみたいなんですよ。そうなので、えーまあ、この星。 違う星に行くのは、まあ、ただ次回に回して、えー、今回は、まあ、前回引き続きね、まあ、トラックでいろんなところに行きたいと思います。まあ、前回はそこまで遠くには行てないんだけど、うん、ちょっと倉庫作るまず倉庫。このね、倉庫っていうのが本当に万能なんだよね、これ。作らなくていいか。これね、これ。これこういう金乗せたりね、こういうね、ここにくっつけたりできるらしいんですよ。いや、これ本当すごいね、本当に。もうびっくり、うん、です。 <laughs> ということです、すごい語彙力が足りてないんだけど、とりあえず、えっとね、待ってよ。えっ、ー、と、灯台を置きましょう。よいしょで。この灯台っていうのも、あの、ここに設置するじゃないですか。そしたら、まあ、遠いところにね、この、遠いところからでも、ほら、こんな感じで、こういうマーク。マーキングができるやつですね、灯台ってやつは。光はしないみたいな感じですね。はい。よし。とりあえず、これは迷わないようにするためのものです。はい。 あとは、まあ、テザーを作りましょう。テザー大事ね、うん。これね、なんか酸素がね、結構いっぱい入るらしくて、うん、あのなんかそこまでね、あのテザーに、テザー伸ばさなくても結構あのいろんなところに行けるんですよ。とっても便利ですよね。うん、とりあえず、この、整地した側、整地したところをね中心に進んでいきましょう。はい、よし、とりあえず、ここにね、テザーもちょっとチクチク置いてたんで、行きましょうか。 よしちょっとここからねどんどん道がね荒れてくるんですよねうんちょ大変大変ああ <laughs> も,もう速攻通れなたなっちゃったじゃんもう聖地の大変さがちょっとあ聖,聖地の大切さがねなんかにじみ出てくるよねここ,こ,こ,、ま、ここに来て、うん、このゲームねあのフ,ルフレームレートがねあのちょっとこのゲームをプレイする時間が長ければ長いほどというか、まあ、長いければ長いほどあの重くなっていくらしいんですよ いやこれはもうね、もう早めに改善してほしいものなんですけど、とりあえず、テザーをね、置いていきながら、頑張っていきましょう。あ、あれ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 向こうに、なんか <laughs>、マーク、灯台のマークができてるんだけど、なんでだ待って、やばいぞ。なんか、嵐マークみたいな、嵐の予感がするけど、大丈夫かとりあえず、向こうちょっとなんか怪,し怪しいんで、行きましょうか。ちょっと待って、すっごい引っかかるね、もうみんな。あ、もうテザーなくなっちゃったもしかして。 なくなったっぽいやばいな。行けるかな向こうまで。まあ、行けるかな初めて向こうまで行くな。うん。まあ、一応行ってきましょう。遠くねそこまで遠くないか。なんか、えなんかすごい。なんか、穴が洞窟上があるけど。ん <laughs> 待って、意味がわかんないんだけど、なにこれ。なんでここに灯台が置いてんの <laughs> 灯台を2つもいらないんだけど。ここになんかあんのかな結構怪しいよね、ここ。 いますかえなんか吹き,吹き抜けになってるの吹き抜けっていうのなんかおしゃれだね <laughs> こことかはうわ危ない危ないこれ絶対死ぬんでしょ落ちたらいやでも重力がないから落ちても知らないといけないやつかな足大丈夫っぽいですねはーいということでなんか特になんか期待い目もなさそうでしたね よっしゃー、OK。これで証拠隠滅完了。で、<laughs> ここに置きましょう。ちょうど倉庫持ってきてるんで。これでね、まあ、荷物を圧迫しないというかね、まあ、とってもいい感じって感じだね。うん。よっしゃ。ということで、えー、どんどん先に進んでいきましょう。あ、でもちょっと待ってよ。ちょっと迷ったら大変なんで、ここに置いときましょう、灯台は。OK。はい。これで遠くに離れてても見えるんで、まあ、安心って感じですね。はい。 えっすぐと、これはえは、ー、W の方向だね。W と N の間。まあ、ウエストののノーズ。OK。結構、あれだね。広いね。うん。まあ、広くなかったらやばいけど。ちょっとね、あ、あれなんか、近くに家マークが出てる。まあ、いっか。ちょっと僕はあの、雪山に登ろうねっていう話をしたじゃないですか。ちょっと今回登りますちょっと。 ちょうどいいタイミングなんで、登りますかちょっと、テザーも作って、ちょっと待ってよ、OK。コンボブス持っといて、持ってきてよかったね。よいしょ。よいしょ。OK。で、テザーを作りましょう。テザーは何個くらいかいいかな何個くらいがいいでしょう2つ、いや、3つくらい作っとくか。ちょっと、酸素がなくなり、ああまた3つ作っちゃったまあ、いいや、まあ。酸素がなくなった時用のために、とりあえず、あの、 これだねえっとフィルターを作れるように、まあ、残しときましょうでテザーを置いてえのぼ登りますかなんか登ってきたいんだけどもきついねなんかそういう、まあ、やっぱ宇宙ってきついねって感じなんだけどちょっとあと登りたいね <laughs> 登りたいねちょっときついきつい オッケーもう少しで、もう少しは登れそう。嵐っ、嵐っぽあ嵐っぽいなんか、やつが来てる気がするんだけど、大丈夫ちょ,ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ま。どうしよう、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 どうしよう。とりあえず、地面に潜る作戦。うん、これ一番いい。うん。ちょっと待ってよ。OK、はい,い。大丈夫かこれ、ね、嵐が来るとね、あの、大丈夫かな嵐が来ると、あのね、 四角いの段ボールみたいなやつがね、飛んでくるんですよ。それに当たると死んじゃうんで、あ、難しいでも見。見えるかなちょっと、向こうに飛んでるじゃないですか。飛んできた、飛んできた。これに当たると死ぬらしいです。はい。これに当たらないようにすれば、えー、まあ生き延びられるって感じですかね。うん。オッケー多分大丈夫かなこれで、なんとかなったでしょう。じゃあ行きましょう、引き続き。 フェザーもね、置きながらよいしょよしほいほいほいあっおっき雪山雪の雪のところへ到達いいねちょっときついよいしょちょっと OK 待ってよこれでこれでもう少しでいける行きたいね <laughs> 行きたいねちょっと待てよ OK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  これでえーまあなんかこの U 字警告みたいなところに来れました。はーい。よっしゃ、てっぺん、てっぺんになんかあるてっぺんになんかありそうじゃないでもなんか。ないか。<laughs> ないか、そんなに。あるわけないか。いやー、でも結構高いところまで来たよ。めっちゃいいね。あれ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 なんだあれなんだあれちょっと待って、ちょっと待って。今行きましょう、ちょっと待って。えー、待ってよ。ここでしょ家の方向と近いね。ここか。じゃあ、ちょっと行きましょう、ちょっと。 いいいねいやなんか山に登った価値があった気がする。やっぱ見は、ちょっと待って、ごめん。ちょっと待って、降りる前にちょっともう一つのところまで行きましょう。ここ。ちょ,ちょっと、興味深い。うん、うんここは、何もないっぽいね。待って、落ち、落ちないよ。オッケー。何もないっぽいね。じゃ、戻りましょう。うわ楽しい。ちょっと、死ぬ死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。あ、死んだ。これはやったな。ちょっと、緊急事態。ちょっとね。 今すぐ戻らないと、なんか、消えそう、アイテムが。あ、作れる。OK。作りましょう、ローバー。で、えー、椅子はここに、椅子を置いて、椅子ちょっとね、あの作りました僕、うん、頑張った。そこまで頑張らなくてもよかったけど、ここに置いてるソーラーパネルを置いて、椅子も置いて、行きましょう。急ごう。 よし乗ってこれた。よかった。これで、とりあえず、えっ、ー、と、一旦ここにつなげよう。おし。そう。つなげて、登ろう。ここに。登って、あの、死んだ自分を助けに行こう。なんか、このセリフかっこいいね。かっこよくないか。ここら辺で、あ、あったあったよかった。見つけた。やばいやばいやばい。 大丈夫なんか浮いてるんだけど。<laughs> 浮いてるんだけどいっぱい。OK、酸素、タンク、えー、オーガニック。あ、オーガニックいらないです。よーし、これで戻ったかなちゃんと。戻ってるっぽいかなきっと戻ってる。まあ、いいや。帰りましょうもう。うん。やっぱ帰るのが一番いい。ちょっと待って、あ、帰るんじゃないや。帰るま帰る前にやらなきゃいけないことがあるんだよ。重い。重い。とても。 ここで死んだらさ、最もこもないからね、本当に。重いしね。やばいやばい,やばい,やばい,やばい、死ぬ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 ,死ぬ死ぬ死ぬ危な。なんでこの食らうのみんな。え、よ OK よかった、危な。山登るの危な、マジで。ちょっと、じゃあ、あの、どこだったかな。ちょっと宇宙、宇宙船っぽいのがあったじゃないですか。 とそこに行きましょう、まずは。なんか違う、あれなんか違うところに来たみたい。待って、一旦ここで登って確認しましょう、どこにあるのか。落ちない、落ちないように変な作り方して。と。うん、見失ったし、嵐が来たからやばい、なんか戻りましょう。本当にやばい、まで。 よし戻ってこれたで取り返そうよしオッケーオッケー,ッケーということでちょっと多分ねあのもうちょっと先の方向にねあー多分あると思うし向こうになんかすごい嵐のやつがあるけどちょっとねまあ、去ってってるなんで大丈夫でしょうよし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  やっと見つけたいやここまで来るのに20分ぐらいかかった本当にもうマジ本当に大変だったというわけでいきましょう何があるかなこれでなんか変なのしかなかったらマジ怒り来るからね本当におおおあうん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 アルミニウムアルミニウムありがたいよこれはチタンチタン チタンも嬉しい。やうーんヒドラジマいいや。ということでえ、結構いいの取れたよ、ほんとに。えー、っとね、えーちえー、っとね、チタンとアルミ2つ。めっちゃいいじゃん。ちょっとアルミあんま取れないんでね。これは良かった。家に帰りましょう。よっしゃー。というわけで、まずはこの変なのを研究していきましょう。すっごいフレメレとかが下がってきてる。まあいいや。続けてちょっと、やば、本当に重いな。 はい。研究僕。研究でね、あの、すごいリチウムゲットしました。やったー。なにこれえバグまたリチウムこれ。いらないんだ。<laughs> いらないんだけどなリチウムそんなに。まあい,いや、えー、今回は、えー、まあここまでにしときましょう。やっぱ、宇宙のドライブは怖いねっていうことですね。はい。というわけで、次回はね、ちょっと待ってよ。えー、ここに2つ、えー、あるんで、3つか。 3つ椅子作っちゃったんで、まぁ、あまあ、そこはいいやちょっと次。次回はこの、このね、なんだっけ、えー、っと、名前忘れたけど、まあ、変なのをね、使って、まあ他の星に行ってみようかと思います。もうここもね、まあ重くなってきちゃったんで、まあ、他のとこに行っ,て行ってね、いい生活をしましょう。多分また、またね、あの、違う星っても帰ってこれると思うんでね、まぁ、あ、いいや。まあ次回もまた見てください。じゃあ、バイバイ。